こんにちは、コスケです。いやついに届きましたよ。今年のワクマの新製品の中で一番気になっていたででできたシャツでございます。日本の和紙を使って作った糸とポリエステルを使って作った糸両方を使って作った T シャツということみたいで和紙が使われてるんですよね。 このシャツは今年から発売されるシャリテックというベタつきにくい製品シリーズの中の一つです今回は肌着の T シャツですがパンツもありますし靴下もあるしあとは普通の服やズボンなんかもシャリテックシリーズにはあります今回のシャツ特徴はベタつかず吸水速乾性能が高いということと抗菌防臭作用があるということでしょうか 当然半分ぐららいいいいは和紙で作られているので、で作れてるののの軽とうも特徴の一つです。この T シャツワークマンの展示会で少しだけ試着させてもらったんですが確かにベタつきにくかったんですよね素材を見てみるとポリエステル55%分類外繊維カッ紙が45%と45%紙でできているシャツです 今回この和紙の肌着が僕にとってベストな肌着になるんじゃないかと思ってまだ発売前なんですがサンプルに1つ送ってもらいました今後このシャツは分かりやすく和紙シャツと呼んでいきたいなと思いますで袋から出してみると見た目は普通のシャツ T シャツですよねでこうやって触った感じはやっぱりちょっと硬めなんですよね シャリテックという名前だけあってやっぱり触った感じシャリシャリしてますね改めて家の T シャツと比べてみるとやっぱりザラッとした感じはありますこれが着た時どうなるかっていうのが気になりますねでは早速着てみたいと思います1 7 6センチ6 5 k g ちょっとぐらいの僕が和紙シ,シャツの L サイズを着るとこんな感じになります サイズ的にはぴったりではないでしょうか特にダボつく感じもありませんし窮屈な感じもないです長さはもうちょっと長い方が僕の好みではありますが、まあ、ちょうどいいぐらい一般的な長さではないでしょうか後ろから見てもちょうどいいサイズ感ですよね窮屈な感じもなく動きやすいです今少し着てて思ったんですけど若干ヒヤッとした感じもしますね今まで着ていた、まあ、このポリエステルと面の これワークマンじゃないんですけど、肌着と比べても少しヒヤッとした感じがして北海道で着るには今の時期だとちょっと寒いかなっていう気がします通気性がいいからか若干ひんやりした感じもあるのでやはり夏向きの製品でしょうねそれでは何週間か実際に着てみましょう和紙なので洗濯するとどうなるかというのも気になりますねこの和紙シャツ洗濯してみたんですが 当然だけど洗っても全く問題ないですよね。半分和紙ですが、溶けたり破れたりということは当然ないです。普通の、普通の T シャツと同じですね。さあ、和紙シャツ、もう1ヶ月ぐらいでしょうか、使ってみました。週2回ぐらいのペースで着てましたね。で、実際使ってみた感想なんですが、いいね。今日今、 車内にいいて、て日差しすごい差ししすすごるんですよ。なので車内暑くなっていて汗もかいてるんですがサラッとサラっとしてますで実際使ってみたポイントとしては一つはまずめちゃくちゃ軽いですね T シャツなので軽ければ軽い方が個人的には良くてこれすごい軽い T シャツなので多少汗で濡れてもこう重たい感じはないんじゃないかなと思います ですごい軽いんですけど、めちゃくちゃ薄いわけでもなくて、別に透けてもいないですよね。うん。透けてないと思います。まあ、ちょっとこうやって日差し、あ、こうすると透けてるかな。<laughs> まあだけど普通に生きてる分にはそんな透けないと思います。だけどめちゃくちゃ軽いと。というのが、まあすごく気に入ったポイントの一つ目かなと。いうところと、もう一つが、 やっぱりべたつきにくいというのがかなり大きなポイントですね僕お風呂上がりこの時期汗かくんですけどその状態でこれ着ててもべたっとした感じがほとんどなくて僕が今まで着た肌着の中で12を争うぐらいべたつきにくいと思いますで速乾性もかなり高いので汗かいてもかなり短い時間で乾きますもちろん汗いいっぱいかくと、 多少、べたっとした感じにはなるんですけど、でもそれが長く続かないということと、まあ、あと濡れると多分気化熱で冷えるんでしょうね。結構ヒヤッとします。夏にはめちゃくちゃいいんじゃないかな。で、抗菌防臭効果もあるので、汗っかきの人には本当にいいね、これ。<laughs> 僕めちゃくちゃ気に入りましたよ。 軽くてべたつきにくいっていうのがすごくいいとこではあるんですけど汗かいた時に多分気化熱でヒヤッとするのが夏にはすごく向いている T シャツかなというふうに思いました今こう車内暑くて結構汗かいてるんですが日差しも当たってますしで背中なんかは結構汗かいてるもののこうベタっとくっつく感じもなくさらっとしてますよねいやーいいねこれ で、もちろん何回も選択してるんですが、特にこう、ほつれたり、毛玉が出たりと、いうようなことも、今のところ、ないですね。全く毛玉なんかは、できてないです。もう7、七八回は選択してると思うんですけど、<laughs> ね、毛玉ないね。ちなみに、そこそこ耐久性があるので、パンちゃんガリガリしても全く問題ないですね。ね <laughs> 結構、詰め立ててガリガリしても、まあ、特にほつれたり、っていうのは、 ないと思います薄くて軽いんだけど結構結構丈夫ですね、まあ、多,少多少かじっても大丈夫なぐらいの耐久性はあると思いますね破れないねで一つネックになることがあるとすれば価格ですよねこれ確か1枚1500円するので、まあ、価格がちょっと高いなっていう感じはしますね 2枚組1980円とかそれぐらいになってくれるとすごく買いやすい感じはしますがまあでも僕今年3枚ぐらいは欲しいね汗かきそうな日なんかは基本これ着たいですしできれば6枚ぐらい揃えてずっと毎日着たいなというくらい気に入っておりますいやああくまでワッシャツいいですね でこれシャツだけじゃなくてパンツとか靴下もあるんですが、まあ、でも汗かくのはやっぱり上半身だと思うのでどれか買うなら僕はこのシャツがおすすめかなという気がします、まあ、パンツなんかも買ってみたいけどね確か5月発売だと思うので気になる方はチェックしてみてください僕は買います何枚か買い足して今年の夏じっくり使っていこうかなと思っています というわけで今回はワークマンのシャリテックワッシャツでございましたいやーいいですよほんとめちゃくちゃ僕は気に入ってますそれではまた次回の動画をお楽しみに早く発売してほしいですね